はい、今日はライオンについてお話をします。ライオンというのはね、昔から百獣の王と言われてるけども、これは東の方で行くと虎と並び称される、東西の大関と言ったらいいですね。両方の二王と言ったらいい。虎とライオンとどっちが強いか、これはしばしば問題になるんだけども、これは決められない。私はちょっと虎の方が強いんじゃないかと思いますけど、そういったところに、いや違う、いや違う、ライオンの方が強いっていう人もたくさんいて、その人たちはすぐにライオンが勝った例をいくつも挙げます。私の方では虎の勝った例をいくつも挙げることができる。どうもこれはちょうどいい勝負だっていうのは本当じゃないかと思いますけどね。これは永遠のテーマです。